しょ。 OK。 え、アンケートにバンジーを放送確かにそりゃ送ってなんか今日のね、結構前だけど、今日のもっと早い時間だけど、番組がそう最終回が近づいてきてでなんか1時間最終回は1時間やるみたいだから、そこで見たいなんかメンバーの特技とかでもいいし、放送でなんかメンバーによってこのなんか参加メンバーが半分ずつだったりしたから、そうだからこれをこの子やってないから、この子がこれをやってる姿が見たいとかあったら、そうあのアンケートに書いてもらえればもしかしたら見えるかもしれないっていう番組のね、今日のお昼正午12時に STU の公式で上がってるこの応募フォームで応募してもらえれば、そうそうなの、見えるよ、そう見えるかもしれない、リクエスト、そう私のバンジーってみんなが送ってくれればバンジーもしかしたら見えるかもしれないってこと。そうバンジーだってね、せっかく飛んだのにね、そう上がってないから、せっかくなら見たいよね、バンジー。先輩方とね、最近お話しする機会があったんだけど、バンジー飛んだって言うとびっくりされるけど、でも全カットなんですって言うともっとびっくりされるから、そう悲しい、残念。ゆいよしドクターの、え、嬉しい、それは嬉しい。今日の放送もね、もうちょいで始まる。また今日は普通に30分なんだけど、最終回はそう1時間あるから楽しみ。これさ、25日最終回はさ、1時間の生放送はさ9時から10時までやるわけだけどさ、ん、いつもと同じだったらさ、時間は9時スタートでやるけど、そうしたらさ、みゆぽんがまだ中学生だから、りあちは最近高校生になったから大丈夫だけど、どうなっちゃうんだろうね。うん、りあちは高校1年生になったから大丈夫なんだけど、みゆぽんどうなんだろう。そう、りあちは高校生になりましたので、そう8時スタート、え、本当に、そうなの、あ、本当だ、開いてみたら8時になってるや、8時から9時やのか、ならみーぽんも出れるや、よかった。なんか最初の番組のスタート第1回目の時が、そう途中でリアチューとみーぽんまだ中学生だったから退室って風だったから、今回は8時スタートらしい。よく見たら今知ったわ、8時スタートだから全員出れる、よかった。最終回これで多分あれだよね、誰が昇格するかが発表されるんじゃないかな。そう、よかった、みゆぽん出れるな。リアチューはね、そう高校生になったからいろいろ制限とかもなくなってきて、そうよかったんだけど、みゆぽんはまだ1年あるから、こう、うん、今中学3年生になったから、そうよかった。テレビは9時までなんかね、わかんない、なんか8時か9時かみたいな、なんか公演とかとまた違うんかな、わかんないけど、私もその辺はわかんない、中学生で入ってないからよくわかんないんだよね、その辺高校生で入ったからね。新番組とかさ、なんか1億人バズれるまで終わりませんとかでさ、今の調子でいくと多分半分の5000万とかになっちゃいそうだから、そう1億人バズるまで終わらないみたいな番組の続きできてくれんかなそう中学生ね、そうショールーム8時までだし、そうだからどうなんだろう、でもどうなんだろうね。前の第1回の時あれって何時までだったんだろう。番組がね続いてほしいよね。なんか AD さんと話す時になんかしたいこととか、なんか番組に対してなんかありますかって言われると、私は終わっちゃうの寂しいからもっと続けたいですみたいなそうシーズン2やりたいですってずっと言ってる。そうそうなのよ、だからよかったらリクエストしてね。毎日求婚されます、求婚不可能です、結婚不可能です。
エディさんが作ってくださったバンジュの映像私の手元には来ないですね、なぜかなんでかわかんないけど来ない、来ないです。どういうことですか悲しい、来ない。いつ来るのか聞いてみようかね。最近担当マネージャーさんとお会いすることないから、まあ、LINE だと聞きにくいし、明日多分お会いするから明日聞こう。明日はめっちゃじゃないけど、あの準備とかも兼ねてたけど早く起きなきゃだから、そうだから今日早く寝る。そう、生放送で流す予定、あなるほどねじゃんけんの動画、え出てるよね、出てる出てる、3人のやつね。このあと、まあ、まあ、じゃんけんでそのランウェイが決まるっていうのは謎いんだけど、そうよくわかると思うので見てください。私はもうさっきね番組見てきたけど、2本立てって感じかな。1本目がその前回の続きで最後の1人のメンバーを決めるけど、それはほんと5、6分ぐらいで終わって、その後は20分ぐらい恋するシチュエーション動画みたいなやるけど、そう今回私出ないかな。そう前半後半に分かれるからいっぱい撮ってきたから、そう熊本もそう近づいてきたのよそうそうそうなの。明後日もう熊本でね TGC ってやばいよねあと一人のねランウェイのメンバーも気になるところだし、まあ、私は主力行ってるから知ってるけど気になるよね、気になっちゃうよね。もうあと8分で始まるよ。今日はそのことをツイートしなきゃだから、まだバズレ投稿してない、編集をしなきゃ。え TGC のタイムスケジュール、え本当にそう、本当にそう、私も早く知りたいね。タイムスケジュール出ないとさ何時ぐらいに出るか分かんないから大変よね。ねえそうそうなの。そう広島から熊本ってさそんなめっちゃ遠いわけじゃなかった。そうメンバーも知らない、私も一昨日ぐらいかな、そう時間が分かんないとさ、なんで来てくださる方もさ新幹線とかホテルとか取った方がいいのかなとか分かんないから、そう一回なんか聞いてみたけどまだ分かんないらしい。そうそうなのよ、悲しい。本当に時間が分かんないと大変だ。そう。ねそう会場開演と終わる時間は出てるけど、 STU が出る時間はそう書いてないのよそうだから分かんないの、もうね大変よね。だって2日前だもんね。新幹線降りてからが遠かった。私もなんかちょっと地図見てみた。そうなのそうなの。熊本、初熊本ですね。番組は多分ね今回の2本立てだけど、1本目はまあまあまあ、2本目はほとんどなんて言うんだろう、メインではなくてそのスタジオにあるけどメインでは出てないと思う。来週かな。そう、あの先週の最後に出た松茸事務所もあれが流れる日です。今日はそうです。あギフトたくさんありがとう。ハートとか牛乳とかお茶とかパンとかたくさんありがとう。わーすごい、
ああ、iPad だとさ、ギフト欄とコメント欄と別になっちゃってる。ありがとう、パン、ツーデさん、パン、モジラさん、にぎり、クロさん、クロ、クロちゃん、クロちゃん、牛乳、高菜さん、ハート、モさん、ダルマとか、ハート、ミカリさん、ハート、ありがとう。よいしょ、ヤマシンさん、ピカピカ、ミャンミャンさん、お茶、ありがとう。そう、インプレッションの企画も多分24までになるのかね、わかんない、なんか詳しい日にちはまあ多分集計の時間とかもあるからさ、なんかその終わるって日の 2,3 日前に急にメンバーに報告が来るみたいな聞いたから、おそらくまあ24だと思って今頑張ってます。あと2週間ぐらいか、よく頑張りましょう頑張りましょう。でも最近あれだよね、なんて言うんだろう、あれ6桁目なんか10万を超えてるとこがちょっとずつあったりしてる。期限出てんの？出てるの？嘘。聞いてない。マジ？期限出てるの？あららららららら ら, ら、そりゃ見よう。本当に私たちにお知らせ来てないよ。だかだか。そう、自分たちにお知らせが来る前に公式発表ってそうよくあるよね。基本とこそう11万ぐらいいってたよね、びっくりした。マジっすか、マジっすか、マジっすか、マジっすか。これかな、24日の午後5時ってことはさ、その普通に水曜日だからさ、昼間とか投稿できないから朝が最後の投稿になるってことなんかね、これ24日。そうなんかね、多分合ってるかな、24の20、ん？24の午後5時に締め切りってことは午後5時にはにまでし、ん？午後5時からしか学生メンバーは投稿できないから、24日の朝8時までに24日の投稿しとかなきゃってことなのかね、これは。かな。え、番組あと2分だ。24頑張りましょう。それはよいしょ、分かんない、生放送があるよってお知らせは来てたけど、何日で終わりますってお知らせはこれ公式見ないと分かんなかったよ。自分たちに何日に終わりますっていう連絡来てなかったから、そう前日そう用意しとかんといかんのよね、これ。で、私なんだっけな、4月の6日の日が1億人にバズレーがついた投稿を体調悪くてできてなかったから、そう明日ね2投稿するからよろしく。そうそう、朝ポストするしかってことだよね。いいな。しかもさ、だって正直さ、学生じゃなかったらさ、その24日でなんか自分で計算とかしてあとちょっとで1個上の子抜かせるってなったら、あれだよね、なんて言うんだろう、いっぱい投稿しちゃえば正直抜けるから、私はそれが朝8時までしかできないのか。学
くせつらい。午後5時にはもうだって集計終了でだもんね。最後にあがくことできなそう。あれだ、ショールームのイベントみたいに。やっぱりあれだ、そうだね、学生メンバー大変だわ。あ、始まった。みーよぴ、クロちゃんじゃんけん。あっちに置いてあるやん。うん、 N700 さくらさん、守りたいこの笑顔、守ってありがとう。待って始まった。あれ、スタート。あ、こっちか。そう、サッチーとチゴとナミョンはもう決定してて、あと一人は今から決まります。さて誰になるのか。ユウナと私とリエッチの中からラーメンを、そうそう、ラーメンを選びます。選ぶというかじゃんけんで決めましょう。電流が流れる系初めてやった。しかもメンバーだけじゃなくてクロちゃんさんも流れるっていうね。頑張ってリエチ。4問。電流は流れない。そう、謎の質問1個入ってたよね。次は言うな。171。かわいい。7だっけな。あ、合ってた、7。この問題私に出てくれるべきだったのに。で、この後が私かな。特殊ルートでクロちゃんさんのマネージャーさんからですね。この後が私。もう松茸来るから、松茸。しかも1問目だからね。めっちゃ真剣。出なくなっちゃったよねこれ。言えないか。
4番最初の1個目がね答えればねそうランウェイ確実に出れたんだけどそう松竹なんだけどこの後にねこの後にねなんか今なら言えるって言われて振られたら松竹ってちゃんとそう言えたんだけどこの時はなぜか出てこなかったのそう住所みんなそう仲良く読もんだから私が松竹って答えれてればそうここの時点で出れたんよでこの後にはじゃんけんって形ですねそう、あ、危な、めっちゃもったいないよね。そう、もったいなかった。あ、危ない危ない。そう、松竹が言えてればこの時点で出れたの。あ、この後出るかどうかは分かんないですね。この電流実はなんかその設定できるやつで一番マックスをやってたらしい電流一番最大のやってたらしいこれで負けちゃったのそうだから松竹芸能を言えてた言えるかそれかここのじゃんけんで勝ってればいけたのそう悲しい出られないのそうだからデンリュデンリュなんかこれ最大の流れてたらしいけど全然大丈夫だったそう、そのせいで勝ったリエチまで電流流れちゃったのそうかわいそうだけどそう全然我慢できちゃったそう全然なんか我慢というかそんな飛び上がるほどでもなかったなんか手がブワーって上がってくるだけだったそう全員そう食らっちゃったのそのせいでそういろいろ強いよね多分そう今回の収録はそうなのあれゆいたんがいないの悲しいことにそうゆうなんだって泣いてたもん痛すぎてそうここからが2本目ですねクロちゃんさんサッチーが大好きですねちょうどあれだもんねさっち年齢的にさちょい前に卒業した時期だからちなみにこの制服は私が貸しましたこの制服は私が貸しました今回のね胸キュン動画でね私は半分近くのメンバーに制服を貸しました私の制服めっちゃ出てくるそう裏設定です実はだからみんな同じような制服を着てこの後出てきますそうアンナさんからいただいたやつ
そう制服ね持ってる子が少なかったから私がみんなに貸しました。みんなで集まって撮ったね。いやナーミョン、かわいいナーミョン。かわいいナーミョン、めっちゃ頭抱えてる。いいよね。ナーミはもうこういうキャラだからもう本当に本当に似合うね。そう髪切る前だからそうポニーテールできるねこれ。あざといから。かわいい。かわいい。かわいい。あざといね。同期の恋とか見るの面白すぎる。見てるこっちも恥ずかしいけど。ユーナはマジでユーナらしい。本当に本当にユーナはユーナ。マジで棒読みすぎて本当ユーナ全部おもろいから本当にそうこれ全メンバーそう部門が4つかな今分かれて全メンバーそう4部門から2つ1人2つ出してるんだけど私は今回は出てなくて今度ので2本出るんだけどユーナのもう1本もめっちゃ可愛い本当に。あミューポンは本当に中学生らしくて可愛かったみんなとまた違う。もうミッポンがこういうことしそうのもうほんと想像がつかなすぎる。でも可愛い本当にこのサムネから可愛いからそう七並べしてる。可愛い可愛い。そう七並べ多分そうえ可愛い。そう七並べしてんの細かいよね。スイッチとかじゃなくて。かわいい。保護者みんな保護者だから。そう一人モードでしてる。そう。そうミーポンここだけもう本当になんて言うんだろう授業参観みたいな感じだった。やばすぎる。すごい6000人も見てる人いる。かわいい。かわいいな。かわいいな。もうこれはもう日本にしか出せないこのかわいさ。本当に可愛い。
本当にミューポンだからこれはいい。うん、可愛すぎる本当に。これね結構みんな3期生はそう一緒に撮ったりしてたけど、中学生メンバーとかお母さんだったり一人で撮ったりしてたから、そう大人メンバーとかはそう結構みんなで撮り合ったりしてたんだけど、私も撮ってもらったし撮ったし、そうあこのナーミョの動画私が撮ったやつだ、そうだけどね中学生組家で撮ったりしてるから親に撮ってもらったりしてて可愛い。そういろいろ手伝ったり制服の貸し出しをしてる。これ私が撮ったやつ、かわいい。撮りながらねかわいすぎてもガン見しちゃったよねこれは。そうおでこを触ってくるんです、これ実質私のおでこ触ったってことだよね。ノートと一緒にチョコレートまで渡しちゃうっていうあざとさね。軽く振られてる感じ。そう思わせぶりだから、うん、あざといからナーミョンは、うん、ナーミョンはあざといねいつも。そう自己ナーミョンは演技が得意ですね。おミューポン、そう勘違いしちゃうよねこんなの普通に。えこの後もミューポンのめっちゃ可愛いよ本当に可愛い。でももうにやけちゃう、見る前からにやけてきちゃう、やばい。かわいい、ちゃんとねジャージ着て、えすごい見てる人今7000になった、すごいかわいい。自分だけに優しくしてくれるなんてかわいすぎる、そんなの。かわいいかわいいかわいい赤ちゃん。待ってこのリアちゃんマジでおもろいから、やばいやばい、これ本当にやばい、この画角もマジでやばいし、本当にかわいい、かわいいかわいいかわいい、リア中めっちゃ恥ずかしがってた、これもう謎がかけすぎて本当に面白い、置いて撮ってるからさ、これかわいい、声がもうさ普段と違いすぎて面白いの。かわいい、涼しい、素直になれないんだな、やばいよね。最後がこれキスしたんじゃないかって言ってスタジオでもなんか盛り上がりすぎて、本当に超盛り上がった、中学生、この時はまだ中学生なのね、もう本当に何をしているんだろう。
すごい8000人も見てる今。お前ったらやばい。もうリアチュ何してるの。まさかこの後妄想ひくらあのね膨らませるっていうテクニックを使ってくるとは。あ、ちなみにはい、ここでこのヒータンがこの後あれですそう、ヒータンはお姉ちゃんキャラですね。そう、この制服も私の貸したものです。スタバで撮ってます。この様子見てた。制服もう破壊力がすごいよね私の貸した制服たかしくん、たかしくん、そう、たかしくんに刺さってますやばすぎる。そう、スタバこの格好でスタバまで行ってて強って思って。うん、すごい貸してよかった。マジで似合ってる本当に。あ、やばい、見てる人9000人いた。すごい、1万人いくかな。ひーちゃんのはリアル、めっちゃリアル。かわいい。かわいい。ひーちゃんのは長めですね。かわいい。これがマジほんとひーちゃん感がありすぎて、もうひーちゃんこういう学生生活を送ってたのかなっていうくらい、もうほんとに妄想が広がる。かーい、リアルすぎる、ほんとに超リアル。リアルすぎる。え、ほんとにひーちゃんらしい。ひーちゃんって感じ、ほんとにまんまひーちゃん作ってる感じがない。本当にひーちゃんと学生時代に出会ってたこんな感じなんだろうなって感じ。改ざんやばい。響きのことやばい。9万じゃない、9600、やばい。今日のラストかな、これは。え、あと100人で1万人だ。たかし、たかし足巻き交換。ちょっとよく考えると体育委員って「え、俺のことや」みたいな。あ、1万人いってる。鉢巻き交換青春すぎるよね。そんなことしたことがない。
いいよね。そうそうそうなの。え、本当にこの企画でね、そう高橋さんがそう出てくるから、たくさんだからそう高橋さんだって思ってそう撮ってた。可愛すぎる。やっぱりたかしっていう名前を使った人が選ばれております。うーん、よかったみんなそう、たかしに生まれた方は本当に今回の企画は何回でも見てください。本当にたかしに向けての、たかしのためだけの動画。そう、そう、次回はこれのなんて言うんだ、ショートムービーの後半戦、そっちの方に私は出るのでぜひ見てください。それを見て3人の私仲良くやろう。もう来月ですね、お台場もすごーい、いいね。あ、最後 1.1 も言ってた、見てる人嬉しいね。こんな感じです。今回は私のショート動画来週かなそう、ぜひぜひ来週も見てください。そう、通常回はラスト、来週がラストで、その後はもう最終回になっちゃう。あと2回になっちゃった、やばすぎる。今週良かったよね本当に。まあ最初のはまあちょっと おまけ感は強かったけど、そうこのショートムービーね、もう本当にスタジオが湧いてた、3期が湧いてた。みんな私の来週流れんのね恥ずかしいけど、そう片方めっちゃ自信あるからぜひ見てくださいそう、面白かった、嬉しい。今回見てくださる方さ多かった気がする、私だけかな、嬉しい。そうランウェイはそう惜しくも出れないんだけど、そうリエチが出るってことなので、あさってね、ランウェイは4人がで、一応なんて言うんだ、幽体離脱は全員出るので配信とかで見てください。私は今から編集をちょっとします。そう、私のショート動画を楽しみにしてて来週はねどうだろう、リアタイできるかな、予定が入ってなければ、レッスンとか入ってなければリアタイするのでぜひ一緒に見ましょう。曜日的に入ってそうなんだけどな。よし、編集をしましょう。よかったね、今日も楽しかった。来週のショート動画もね、みんなほんと可愛いから見てほしい。編集をしましょう。そう本当に来週ね、レッスンとかお仕事が被ってなかったらリアタイしたいな、通常回ラストだし。そう、リエチねファッションとかさお洋服好きだからね楽しみ。なんか明日の衣装はその TGC のあのランベアルクコはまだ衣装がそう知らないみたいだから、そう楽
楽しみ。待って、なんか通知来ちゃった、ちょっと取り直しそう、切り抜きは電流のところを流そうかなって思う。無条件でね、勝ったのに流されたリエチかわいそうだけど、私のせいだよねって感じでごめんねって感じ。本当に電流はね、多分普通ならギャーってなるけど、なんか私こういうのなんか耐えれちゃう人だから、そう変になんかリアクションするのも嫌だから素でいただけです。そう、でもさ、リーチとさ、ユーナとクロちゃんさんがもう一回来てるのはかわいそう。そう、二次被害がな、手がでもね、しびれてこうやってね、こうやって上に上がってくる感じだったけど、そう、大丈夫だった。でも終わった後もね、ずっとビリビリの感じがそう流れてた。そうそう、リエチを巻き込んじゃったリエチ勝ったからね、受けなくていいやつをリエチが受けちゃいました、私のせいで、かわいそう、ごめんね。そう、電流そう、ボタンをそうミスったと思って、酒井さんが全員に流すっていうボタンを押しちゃったせいで全員流れいっちゃった、これリーチなんてだって絶対流さなくてよかったのに、だ手がこうやって上がってるのはそう痺れてるってこと。にすればいいのか。ね、勝ってね、TGC も決まってイエーイってなってるところに電流流れてきた、もうリーチがかわいそうですね。そう。電流すごかったな。よいしょ。投稿をしましょう。でもそのリエチに電流流れたのは 100% 私が私が原因なんですよ。そう、松茸、そう松茸が、そうそうなのよ、松茸が先般した。松茸って言わずに松竹って言ってれば私は明後日のランウェイを出れたのに、悲しい、惜しかった。全体最初のなんか3人まず決めるよっていう、各ブロックから1人ずつ出すよって時点も2位だったから惜しかったし、だから3回も私はそう逃してるんよね、ランウェイを。悲しい。そう、松茸なんか松竹なのはそう知ってたんだけど、そうその直前にナーミョンとひーちゃんがずっと松茸事務所って言ってたせいで、も私はそのことをもうそうなんかそう頭に完全に入っちゃってて、松竹なのにそう2人が松茸って言ってたから、松茸って思い込んじゃって松茸って言っちゃったそう
う直前にねそうそうやって言ってて、私がそんなこと言ったら間違って間違って言っちゃうよって言ったら本当にフラグだった。そう言っちゃった。そうでも住所めっちゃ長いやつ覚えたのはマジ頑張った。そう頑張ったよ。あ意外と投稿の時間がないや。みんな今日どんな投稿してるかな。そう松茸もう完全にナーミョンとひーちゃんの洗脳にあってしまった。私はそう松竹って言えたのに残念3回も逃しちゃった。どうしようかな投稿。どうしようかな。いつもね画像1枚と動画切り抜きたい動画を載せてるんだけど、そうだけどどうしようかな今日は。まあ今日は普通に載せようかな。最近なんか1秒のやつをよく載せたりしてたけど今日は普通に載せちゃおう。写真を決めて、そう X 考える。これからでなんかそう資料で使った動画もさ送ってくださったから、まあ、自分の携帯にも入ってるけどあえてちゃんと編集したのはあのなんて言うんだろう番組さんが持ってるからそれも送られてきてたから来週はそれとかをそう使おうかなって。そう1秒のやつね効果あるらしいね。やっぱり他のよりも伸びやすくなってた。すごいよね流行ってますね今3期生めっちゃ取り入れてる今。そうなのそうなの。でもなんかさこの撮影の時さゆいたんがいなくて12人だったんだけどなんか元が14人だったからさ12人ってすごい少ないなって感じた。寂しかった。どうしようかな投稿。でもこの日あんまり写真が撮れてないんだよね。どうしようかな。どれにしようかな今日の使う写真があんまりないから動画にしようかな。やっぱりこれ最後に流れてる電流がさ一番マックスなのかこれ絶対痛かったよねみんな飛び跳ねてる。ここにしようかな。
使えそうな写真がそうないよ。そう撮る時間がそうなかったから毎回バズレの収録押しちゃうから、そう早く帰るよって感じだからあんまり写真が撮れてなかった。よいしょ。よし。電流はね、全然大丈夫そうかな。そう。なんかもっと強いものだと思ってたからあんまりね、そう立ってられないほどとかじゃなかったから、そうこんなもんなんだってなった。でもバラエティ的にはそう反応した方がいいんだけど全然大丈夫だった。縛りのパフォーマンスには洗面が出るのでぜひ見てそう、もっと強い電流流されることあるかもね今後そう番組のスタッフさんも一番強いの流したのにって言ってた。そう聞かないから、そう私は聞かないね。顔に流す、なんか血行良くなりそうそれめっちゃ血行良くなりそうそれ。よし、投稿を考えれた。これをマネージャーさんに送るだけ。これでよろしくお願いします。はい、あれ話を左右に電気をつけると電流が心臓の近くを
取るか本当はいかんのよ。ああ、なるほどね、心臓にショックが来ちゃうのか。なるほど、両手につけてたね。そう、両手ここにつけた、ここにつけた。そう、しかもねちょっと重かったんよね。そう、初めて流したから、そう楽しかった。そうなんよ、両手につけると危ないね。どうしよう、引用するかしないか迷うな。そう、引用しない方が伸びやすいけど、引用するとその前の投稿にもインプレッション数が入るからっていうメリットもあるから迷うな。どうしようかな。どうしようかな、どうしようかな。今日は引用した方が良さそうだね。なんかトレンド系を入れてる方は、トレンドとかを入れてる時はそのもしなんて言うんだろう、おすすめ欄とかに載ったら載るのはその引用しない方が載りやすいからいいけど、今回はそのなんかトレンドのワード入れてるわけじゃないから多分これはした方がいい。なんかでだいぶ分かるようになってきた、 X のそう使い方が。トレンドワードを入れてる時は引用しない方が、トレンドワード入れててそれプラス1億人バズりを入れてるときは引用しない方がいいけど、そのこういう番組の切り抜きとかで特にトレンドワードを入れてないときは引用して前の投稿を伸ばした方がいいっていう、だいぶ分かるようになってきた。難しいけど、引用した投稿、引用して、引用何かの投稿を引用して投稿をするよりも普通の投稿の方が伸びやすいから、そう時と場合によって使い分けることが大事なこと最近気づいた。今回はだから引用した方がいい。だから最近私引用してないのがたまにやるのはそういうことなんだけど、そう X っていろいろ難しいよね。でもこれが分かってきたらなんかそう伸びやすくなってきたかも。そうこのテクニックもそうね、使うのもこの最後の辺になって気づいたけど、もうちょいしかないや。そう引用した方がいい時、しない方がいい時があるよね。難しい。うん、今投稿したからぜひリツイートしてください。難しいよね。引用してたら伸びるときは伸びるけど、やっぱりしてない方が伸びやすいよね。使い分けが難しい。うん。こんな感じかな。OK、投稿ができた。もう明後日はね、いよいよ TGC ってことで楽しみですね。早く。でも TDC 他にもさ、モデルさんとかも出られるから、そうお会いできたらいいな。であかりさんもね出られるから、そうだから先輩がいらっしゃるのも嬉しいし、すごいね、めっちゃ豪華なの、モデルさんとか知ってるモデルさんがたくさん。そう板野友美さんとかも出られるのすごすぎるよね。友人さん、そう絶対に写真撮りたいよねって言っていちごと話してた。でも楽屋が遠かったりしたらね難しい。そうあとは村重さんとかも出られるからね。え、も
元 HKT さんの。そうスタバ、そうめっちゃ伸びてた。ああいうとこは引用しない方がいい。そうね、生で見たらびっくりするんだろうな。あとは YouTuber さんとかもたくさん出られるし、そうバズってたフルーツジッパーさんとかも出られる。嬉しいね。イコラブさん、ノイミーさんか、これノイミーさんも出られる。うん、ノイミーさんの方とね、ユンナが写真撮りたいって言ってたやん。撮られたらいいけどね。そうそう、スタバの新作のフラペチーノがこの間飲んだやつ、そういっぱいおたかつしてこなきゃね。すごすぎるよね、本当に豪華すぎる。すごいね、こんな機会をいただけると思ってなかったからびっくりだった。熊本もね、初めてだし。そうそう、副キャプテンのあかりさんもいらっしゃるから。そう、新作のカスタムするならホワイトモカシロップ入れるか、あとはチョコレートソースかけるとかかな。そうだねチョコチップ入れても美味しそう。チョコメロンって感じ、メロンチョコ。ホワイトチョコレートとかはでもないから、ホワイトモカシロップ入れるとかがいいかな、するなら。で MC がね、やばいよ、影山優佳さんだよ、やばすぎるよ本当に。影山優佳さんだよ、やばいよ、元日向坂さんの、やばすぎるよね。絶対に写真を撮りたい、絶対に写真を撮りたい。私はサッカーでねバズってらっしゃったよね。そうやばいよね、影山優佳さん。しかも MC だから、 MC そうしてくださるのが影山優佳さんだから、確実に多分お話できるのよ。そうだからちょっと楽しみすぎるなみたいな本当に楽しみすぎるよ。そういや楽しみだな、いや楽しみだなそうね、みんなそう多分写真を撮りに行くから、そう楽屋に3期が集まることあんまなさそうだよね。いや楽しみホワイトモカシロップ明日ドヤ顔で注文しよう。ぜひぜひ写真撮れたらいいな、撮れるかな。でも多分リハーサルとかでもお会いするよね、話してきたらいいな。もうちょっとで配信終わる時間だ、早い。明日は夜多分配信するけど、できるけど何があるか分かんないからな。可能であれば朝配信したいな
そう、可能であれば朝配信をするかも。もう春休み期間じゃないから8時までしかできないけど、朝配信をしたい、夜もそうしたいと思うけど、一応明日も予定があるからね。そう、できる時にしますそう、 TGC、 明後日の TGC はアデマさんで独占配信もあるみたいだから、よかったら見てください。ゆったりやつのパフォーマンスの練習もね、こないだしてきたし、そう見てください。チケットはあと何枚だっけな、明日はチケット使わず行けそうではあるけど、そう一応朝配信しときたいな。まあ明日の予定はまあ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 って感じで、チケットあと2枚ある。でこの間1枚チケット使ったから、配信の365日連続配信っていうのが多分4月20日かな、土曜日になったから、この日がな、何もレッスンとか入らなければいいけど、お台場前だから入ってきそうだけど、なんかね、ちょっと特別な配信したいなって思う。うん、そう、土曜日はぜひ見てください。何時頃にそうこのあのうちらが出るか分かんないんだよね、まだタイムスケジュール、タイムなんていうんだ、スケジュールそうが出てないから、そうぜひ見てください。チケット10枚くれないかな、どうだろうねえ、チケットはできるだけ取っておかないと、急にお仕事が入ることもあるから大事ですね。来ないんだな、本当にびっくりだったけど、そう、あ、もう57になっちゃったから、誕生日も17からいきます。17位ズーデシさん、16位レグル、あ、変わった、17位ズーデシさん、16位レグルさん、15位うまちゃんアットヤミーズ&つまみヒヒヒヒヒさん、14位カッコアイブさん、13位ケピーさん、12位オカッピーさん、11位タカナオアットオクダさん、一押しです、ありがとう。トップ10、10位タカシアットつまみさん、ちょっと来週はちょっと期待しといて、そう名前が出るかもしれない。9位ヤオタンとつまみんさん、8位ヨシミさん、7位オモジロワとつまみんさん、6位長光さん、トップ5、5位ナスちゃん、4位ヤマシンさん、そしてトップ3、3位なるみあとスタバとピアノとフクロウと、何そのペダルと車輪と来た道とみたいななるみさん、そして2位タカケンさん、そして今日の1位はどこ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 どん、今日のランキング1位は N700 さくらさんです、ありがとうございます。熊本に行くときにね、新幹線が N700S だったらいいなと私はちょっと期待しております。この間ね N700S じゃなかったら、久しぶりに N700S 以外のねに乗ったらさ、そう充電させるとこなくて、充電なくてピエになっちゃったから、今度は N700S に乗れたらなって思いますもうそう熊本が明後日なので、明日は多分同期と配信かな、同期と一緒に配信するかも。そうぜひ来てください、明日夜の配信も、朝もできればしたいな、起きれたらしようかな。そうやっぱり N700S 乗りたい。え、熊本の方面の方も N700S 通っとる、大丈夫かな、どうなんだろう、熊本と初めて行くから、そう楽しみ、分かんない、同期とする気がする、明日は同期とお仕事だからねー、分かんない、北沢さんとそういえば最近一緒に配信してないよ、分かんない、でも北沢さんとするかもは分かんないけど、まあまあまあ誰かと多分しますじゃあそろそろ切れる、ありがとう。つまみかさくらだから指定席は2列、あ指定席2列か、本当？じゃあ広いやつだ、え嬉しい嬉しい、そっか2列乗ってたまにしか乗らないけど、そうなのか、え嬉しいなるほどね、新幹線移動結構好きだから、そう